メトロライナーはアメリカ合衆国の電車。1969年に運行を開始した高速列車メトロライナーに投入され、ニューヨークワシントン間を最高速度時速190キロメートルで走行した。1980年代に電気機関車牽引列車に置き換えられたが、それについては別項で扱うものとし、本校では電車について述べる。 メトロライナー電車の車体設計は、アムトラックが1975年に導入したアムフリート客車にも取り入れられた。初期のアムトラック塗装のメトロライナー電車。電車としては、晩年のメトロライナー。ペンシルバニア鉄道により導入が計画され、試運転も行われていたが、同社がニューヨークセントラル鉄道と合併して、 ペンセントラル鉄道となった後の1969年1月16日に営業運転を開始し、ペンセントラル鉄道の破綻後は1971年からアムトラックに引き継がれた。アメリカ東部のメガロポリス地域では、第二次世界大戦後は、自動車と航空機、特に自動車が交通の主流となって鉄道は衰退したが、 メガロポリス内の陸上輸送手段を自動車のみによるのは不可能であり、また1964年に日本で東海道新幹線が開業し、東海道メガロポリスの交通機関として成功を収めたこともあり、アメリカでも鉄道が再評価された。その一環として開発されたのがメトロライナーである。しかし、メトロライナー投入後も全体としては、 アメリカの鉄道事業は車用化し、メトロライナーの運用もペンセントラル鉄道からアムトラックに移った。1980年代に入ると、車両の故障が頻発し、電車列車は退役、メトロライナーの名は電気機関車牽引の客車列車に引き継がれた。それも2000年にアセラエクスプレスの登場により、運行、を縮小、2006年には廃止された。 この列車は1万 1000V25Hz の交流電源による電車で各形式とも変運転台の電動車からなり6両を基本として2両単位での増減が可能であったそのためもあって車体は新幹線 0K のような流線型ではなく一般の電車と同様の箱型をしていたが最高速度時速 253km を記録しているなお 設計最高速度は時速 257km とされていた。さらに、ボルチモア・ウィルミントン間を区間平均速度時速 150.1km で走行したが、これは1970年代半ばの段階では、イギリス・フランス・ソ連などの最高速列車を上回り、東海道新幹線の光に次ぐ世界第2位の記録であった。また、将来的には、 東海道新幹線と同等の25000ボルト60ヘルツへの改造も視野に入れた構造とされていた。東急は二東急製で、日本のグリーン車に相当するメトロクラブ車と日本の普通車に相当するメトロコーチ車で構成されていた。また、メトロコーチ車の一部にスナックバーがあり、そこが教職サービスの基地となっていた。車内には間接照明が用いられ、 座席は航空機のようなリクライニングシートを備え、また列車電話の設備も備えていた。制御車に改造されたメトロライナーの先頭車。メトロライナー電車の一部はメトロライナー運用から外れた後で、電装解除や正面を警戒色とするなどの改造を受け、プッシュプル運転用の制御車となり、現在も一部のアムトラック客車列車の後端に連結されて、 活躍を続けている。ペンシルバニア鉄道博物館で保存されている860号車、蒸気、スナックバーを有する一両が、おおむね原型の内外装により、ペンシルバニア鉄道博物館にて保存されている。なお、この保存車や、前述の制御車に改造されたものなどを除く大半の、車両は、2010年に、アムトラックにより廃車解体されている。ありがとうございます。